大学に進学時に始めた一人暮らし。自分のための時間が増えたことで趣味もできた。たまたま手に取ったアニメにかなりハマってしまって、今では立派なアニオタになった。アニメばかり見ているせいか、嫁もいなければ彼女もいない。それでも俺には推しのナナちゃんがいるから、俺は寂しくない。推し活に励み、一人でも充実した毎日。だが、そんな平凡で平坦な日々は、長くは続かなかった。予想もしていなかった、驚くべき未来が、俺を待ち受けていたんだ。本物かよ。俺は、どこにでもいるような普通の28歳会社員。やりたいこともないので、なんとなく大学に進み、そのまま流れで就職をした。軽い感じで決めた就職先だが、自分に合っているのか苦痛に感じることもなく、むしろ楽しみながら生活を送っている。あんなに不安だった一人暮らしも、気づけば10年が経とうとしていた。俺は一人暮らしをするのと同時に、実家からは追い出されている。だから、この10年で一度も実家には帰っていない。よう、坊主。今日からここがお前の家だ。小学校に入ってすぐ、両親を不慮の事故で亡くした俺は、母親の兄、つまりは俺の叔父にあたる人に引き取られる形になった。お前にとって、俺らは怖い存在かもしれない。でもな、お前のことを少しでも危険にさらしてみろ。地獄から姉ちゃんが戻ってきて、俺に一発食らわせに来るわな。だから、ここはお前にとって安全な場所だ。本当の実家だと思って過ごせ。俺の叔父は、いわゆるヤクザの組長で、ということは、俺の母親の実家はそういうことだ。俺は小学生になるまで、そんなことは微塵も知らず、叔父に会って初めてそのことを知った。ヤクザというだけあって、最初こそ俺は怖いイメージを持っていたが、叔父や組員の人たちは、イメージを覆すほどの優しさを持った人たちだった。本当の実家、本当の家族と思えるほどに、仲がとても良くなっていった。そういう経緯もあるからか、優しい叔父は、俺がヤクザの世界に入るどころか、関わることすら猛烈に嫌がっていた。そして、俺が大学に進学する際に、叔父はこちらをじっと見つめて、真剣な表情で言った。もうこの家には二度と戻るな。言葉のまま受け取ると冷たく感じるが、俺は、叔父が俺のために言ってくれていることだと理解していた。今まで俺を大切に育ててくれた叔父と組員の人たち。みんなは俺がヤクザなんかじゃなく、まっとうな人生を生きていってほしいと願ってくれていたんだ。わかった。そして俺は家族も誰一人としていなくなり、一人きりの人生を歩み出した。ふふ、家の小さなテレビで見るのとは違って、大画面の映画館は最高。視界のすべてが推しになるなんて幸せすぎる。制作者様、ありがとうございます。感謝感謝。大学に進学時に始めた一人暮らし。自分のための時間が増えたことで趣味もできた。たまたま手に取ったアニメに
かなりハマってしまって、今では立派なアニオタになった。アニメばかり見ているせいか、嫁もいなければ彼女もいない。でも、推しのナナちゃんがいるから、俺は寂しくないんだ。推し活したら腹減ったなぁ。推しの映画を楽しんだ俺は、余韻に浸りながら帰り道を歩いている途中で、一軒の食堂を見かけた。今まで何度か通ってるはずなのに、ここに食堂があったなんて全く知らなかった。人もあんまり入ってなさそうだし、並ばなくていいかと思い、お昼はこの食堂で食べることにした。いらっしゃいませ。何名様ですか？え？子供？ああ、すみません。うちの子がご迷惑を。こちら、お好きな席へどうぞ。食堂に入って、すぐにお出迎えをしてくれたのは、顔がうり二つの双子の女の子だった。そして、調理場から顔を出した店主らしき女性。夕飯を食べる時間には、少し早い時間というのもあり、店内には人がほとんどいなかった。何がいいですか？ハンバーグ定食がおすすめです。なら、それでお願いしようかな。はい。ハンバーグ定食一丁。ひなこ、ひより。本当にすみません。お好きなものを注文してください。いえ、俺ハンバーグ大好きなんで。それでお願いします。入店時に双子の二人が出てきた時はびっくりしたけど、小さい二人がお母さんのお手伝いをしてるのはすごいことだ。客は俺一人で連れはいないが、おしぼりをたくさんサービスしてくれたり、ほぼ氷のお冷やを持ってきてくれたりと、癒し要素満載の可愛らしい双子の姉妹だった。ねえねえ、おじさん。そのアニメ好き？ああ、うん。このアニメ好きだよ。君たちも知ってるの？知ってるよ。可愛い服にお着替えして、魔法をキラキラするやつ。誤解をされないよう、念のためにどういうアニメか説明するが、これは女児向けのアニメではない。全世代から支持を集めている、主人公が魔法を使える異世界系バトルアニメだ。主人公や脇役が、女の子というのもあって、小さい女の子にも人気のあるアニメなんだ。料理を待っている間、映画館でもらったパンフレットを読んでいたら、双子がその様子を見て話しかけてくれたらしい。もう二人とも、お客様にご迷惑をかけちゃいけません。気にしないでください。どちらかというと、こちらが元気や癒しをもらっているので。すみません。こちらサービスです。うわ、うまそう。湯気が立っている出来たてのハンバーグ定食は、見た目からしてどう見てもうまい料理だとわかる。そしてさらにはサービスといって、唐揚げを二つもおまけしてくれた。自分で作るハンバーグとは、見た目も味も大違いで、ふわふわのお肉と溢れ出す肉汁がとても美味しい。おじさん、美味しい？めちゃくちゃ美味しいよ。だよね。ママのご飯は世界一だから。ここの食堂の店主は、香織という名前の女性で、
俺より一つ上のしっかりした女性らしい。双子の姉妹は、ひな子と日和という名前で、もうすぐ4歳になるらしい。もうすぐ4歳になるとはいえ、3歳児からも絶大な人気を誇っている、俺の一押しアニメは、本当に素晴らしいアニメなんだと再確認した。またね。バイバイ。6時を過ぎ、夕食時になると、続々とお客さんが食堂に入ってきた。だからその日はすぐに食べ終えて店を出たが、その日以来、俺はその食堂に何度も通うようになった。カズマは誰が好き？俺は断然ナナちゃん。ナナちゃん可愛いから日和も好き。ひな子はミカちゃんが好き。いつの間にか双子の姉妹とも馴染み、すっかり常連客と化した俺は、双子の姉妹と毎回アニオタならではのトークを繰り広げている。いつも遊んでもらってすみません。いえ、俺が遊んでもらってるんですよ。こんな話できる人、周りにいないので。でも、このアニメって、老若男女から人気がありますよね。私も、子供たちに付き合わされるまま見てたら、ハマってきちゃいました。同僚にも、オタクってことは明かしてなくて、大学の時の友達は、結婚だったり出産だったりで忙しくて、アニメどころじゃないので、こうやって話せる人がいるのは嬉しいです。だからって子供に話すなよって感じですけどね。全然。子供たちはいつもアニメの話に乗ってくれるカズマさんが、店に来てくれるのを毎日楽しみにしてるんです。食堂を経営するために、二人にはあまり構ってあげられなくて。でも最近、カズマさんが来てくれるおかげで、笑顔が増えた気がします。いつも助かってます。ありがとうございます。そう言って笑う彼女の笑顔が、なぜか俺には、魔法がキラキラしているかのように、とても綺麗に見えた。これは、あの有名な一目惚れってやつだと気づいた時には、推し編をするため、現推しのナナちゃんに、心の中で土下座した。映画見たかったなぁ。日和も見たかった。俺が映画館でもらったパンフレットを、二人にあげたんだが、二人はパンフレットに穴が開くんじゃないかと思うくらいに、何度も何度も読み返しては、映画に対する思いを口にしていた。二人とも、もしよければ一緒に行く？え？行く？いいの？お母さんがいいよって言ってくれたらだけど、え？いいんですか？ご迷惑じゃ。全然迷惑なんかじゃないです。むしろ俺ももう一回あのアニメを見たいなって思ってたんです。ありがとうございます、カズマさん。二人が行きたがってるのは分かってたんですけど、双子を映画館に一人で連れて行くのはちょっと気合が必要っていうか、一人で二人見るなんて大変ですよね。俺なんかでよかったら一緒に行きますよ。ひな子と日和はかなりしっかりしていて、食堂の手伝いをしたりと、普通の子供に比べたら手がかからない方だとは思う。でも、子供は子供。双子がいつも同じことをしているわけではないし。二人が別の方向に向かったりして、大人の手が足りなくなるのは容易に想像できる。
普段から双子の相手をしている彼女を心の底からすごいと思った。彼女の元旦那は闘病生活の末亡くなったと聞いている。ひとしきり落ち着いた後は実家でお世話になって、ある程度双子が大きくなってから数ヶ月前にこの食堂を再開させたらしい。そんな話を聞いていた俺は、どうにか彼女と双子のために何かしてあげたいと考えていた。キャラメルのポップコーン欲しい。いいよ。でもそんな大きいの食べれる？食べれるよ。日和たちね、甘いのは別のお腹なの。ああ、それ別腹な。双子がずっと真剣に読み漁っていた映画のパンフレットと、映画特典であるアニメのキーホルダーも買い、甘いキャラメルポップコーンを4人で仲良く分けながら映画を楽しんだ。映画を見た後、双子はまるで自分がアニメの主人公かのようにバトルを繰り広げていた。もちろん、仇役は俺で、何度倒されたかわからないほどだ。こんなに喜んでくれるなら、もっと早く誘えばよかったと思った。魔法だ。必殺技だ。言ってて。くそ、やられた。今日の映画のお礼にと、映画の後は彼女がご飯を振る舞ってくれるというので、食堂にお邪魔することになった。彼女が料理をしている間、俺は双子とバトルに勤しむ。何度もやっていると、だんだんと戦いも本格的になってきて、俺も後半はノリノリだった。楽しそうでよかった。俺が子供と一緒になって全力で遊んでいる姿を見て、彼女は肩を震わせながらクスクスと笑っていた。彼女も喜んでくれて、双子たちも笑顔にできて、今日映画に誘ってよかったと思った。この日を境に、俺と彼女の距離は一段と近くなった。食堂が休みの日は買い出しに付き合ったり、彼女が用事がある日は双子と一緒に家で留守番をしていたり、日常的に一緒にいるのが当たり前になっていった。そんな平凡で幸せな毎日の中、思いもよらない出会いが俺を待ち受けていた。こんばんは。いらっしゃいませ。ああ、カズマさん。今日もお仕事お疲れ様。カズマだ。おかえり。ただいま。当たり前に、おかえりとただいまを言い合う関係だが、俺の家はここではないことは確かだ。夕飯時で人が数人いる食堂で、空いていたのは、カウンターの端っこ。ふと隣を見ると、がたいが良くてヤクザみたいな見た目の男性が、大盛りの白米とハンバーグを何とも美味しそうにかき込んでいた。やっぱりここの食堂のハンバーグはうまい。こんな美味しいハンバーグに俺は出会ったことがなかった。そんなことを考えながら見てたら、その男性の横顔に見覚えがあった。サングラスをしているから確信は持てないが、俺はぼそっと名前を呼んでみた。修二。坊っちゃんじゃないですか。やめろって。坊っちゃんなんてさ、普通の人は使わないだろう。昔の軽いノリで思わず
足を踏みつけたら、予想以上に力が入ってしまっていたみたいで、かけていたサングラスが斜めになった。そして、俺は確信した。こいつは修二だ。なんでこんなところにお前がいるんだよ。仕事ですよ。ここの店に金貸そうとかって魂胆じゃ。違いますって。そんなことないですから、坊ちゃん。ここで坊ちゃんはやめろ。あれ？カズマとシュージ？お友達？お二人はお友達だったんですか？ああ、いや、その、こいつとは高校の同級生なんです。ああ、同級生なんですね。とっさについたばかりに、バレバレの嘘を彼女に伝えてしまった。俺と修二は同級生でもないし、ましてや、年もかなり離れてる。俺って、坊ちゃんの同級生に見えます？見えないけどさ、ああいうしかなかったんだよ。こんな下手な嘘をついた理由としては、修二は、叔父のところの組員だからだ。とは言っても、そこらにいるヤクザとは違って、誠実な心と優しさを持ち合わせた男。それを叔父は知ってか、俺の世話係として修二を選び、数年間一緒に過ごしたんだ。世話係っていうくらいだから、10歳近く年齢は離れているし、同級生というのは少々無理があっただろう。でだ、修二。ここには何の仕事で？カズマさんに仕事の話なんてしたことがバレたら、組長になんて言われるか。関わらない方がいいとまで言われてるので、カズマさんにはお伝えできません。家を出てから10年。久しぶりの修二との再会だ。叔父に家に戻るなと言われてから、本当に一度も家に戻っていないから、修二とも会う機会がなかった。俺の居場所であり、大切な場所であるこの食堂に何かをしようとしているのかもしれないが、俺は久々に修二に会えて、正直とても嬉しかった。戻るなと言われたって言っても、家族には変わらないからな。修二は何も変わらないな。カズマさんは以前よりもっと大人になりましたよね。俺はもうあの家を出た立場だし、そんな堅苦しい話し方はやめて、普通に話そうよ。いや、それはできないです。俺にとって、カズマさんはずっと可愛い坊ちゃんです。がたいのいい見た目とは裏腹に、笑うと優しい顔になる修二を見て、昔を思い出さざるを得なかった。彼女の作るハンバーグは世界一うまいが、それより前は修二の作ったハンバーグが俺の一押しだった。俺の仕事については、正直不安だとは思いますが、詳細は、片毛のカズマさんには話せないんです。でも、カズマさんが想像しているような悪いことは、俺らはしませんから。本物のヤクザが店にいる時点で、安心要素は一つもないんだけど。叔父のところが、片毛に何かするとは思えないし、少し様子を見ようかと思った。その日から、ほとんど毎日食堂に通う俺に対して、なぜか修二も同じような頻度で来ていて、顔を合わせる機会がかなり増えた。修二、お昼も夜もいるんだね。お母さんのご飯大好きだね。
お嫁さんいる？いや、結婚はしてないですよ。それ言うなら、カズマさんも結婚してないです。おいおい、俺を巻き込むなって。カズマはお母さんがいるから。うんうん。子供の無邪気な発言とはいえ、恥ずかしさで心臓が飛び出るかと思った。結婚相手としてではなく、遊び相手があってことだよな、きっと。修二さんはお仕事を何をされているんですか？ああ、金融関係の会社です。時々ご飯作ったり、雑用なんかもあります。え？ご飯作れるのに、わざわざここに来てくれてるんですか？やっぱり、自分が作ったご飯より、人が作ったご飯が食べたくなるっていうか。それはとても嬉しいです。ありがとうございます。ぜひまた来てくださいね。金融関係の会社で働きつつ、ご飯を作る仕事って、よくわからなすぎる。でも、彼女は天然だということもあり、いい感じに納得してくれたみたいだった。ああ、そういえば、最近この辺で、変な噂が立ってるの知ってますか？俺は知らないですけど、変な噂って？何でも、飲食店を重点的に狙った詐欺まがいの集団がいるみたいで。何なんですか、それは。私も人伝いに少し聞いただけなので、詳しくは知らないんですけど、ヤクザの名前を名乗って、お店に文句をつけたり、料金をタダにしろと言ったりするみたいで。しかもそれが、一軒だけじゃなくて、いろんな飲食店で起こっているみたいなんです。彼女の話を聞く限り、きっとこの話は、本当に起こっていることなんだろう。俺は、なぜここに修二が出入りしているのか、一瞬で理解できてしまった。いつかここにも来るかも、なんて思って。でもここ、見た目も古いし、店がやってるかわからないってよく言われるくらいなので、狙われないですよね。そんな奴ら、来ない方が絶対いいです。もしも何かあったら、俺に連絡ください。あと、修二はガタイもいいし、腕も確かなんで、俺か修二どっちでもいいんで、連絡くれたらすぐに来ますから。そうっすよ。かおりさんから連絡をくだされば飛んできますんで。修二って、ナナちゃんよりも強いの？え？ナナちゃん？ナナちゃん知らない？ダメだね、修二は。双子から軽くお叱りを受けた修二は、その後たっぷりアニメについての話を二人からされて、一時間ほど話し込んでから、やっと二人から解放されていた。お前が食堂にいるのって、あのヤクザの噂と関係あるんだろう？わざわざ修二が動くってことは、きっと組の名前を使われてるとかで。だからそいつらを探しているんだろう。坊ちゃん、これ以上はもう言えないです。坊ちゃんはもう一般人で、俺は組員です。わかってくださいよ。坊ちゃんを信用していないとかじゃなくて、危険なことに巻き込みたくないんです。もうお前に会ってる時点で巻き込まれてるよ。第一に、あの食堂は俺の行きつけだ。あの食堂に何かあったら、絶対に俺は許したくない。あの女性と子供たちを守ってやりたいんだよ。坊ちゃんって、
昔もかなり男気がありましたが、今は前よりも数倍男らしくなりましたね。香織さんのおかげですか。話をそらすんじゃない。その集団ってのは、なんか特徴とかないの？カズマさんの身のために話しておきますが、うちの組員は全員入れ墨を入れているのはご存知だと思います。それもみんな同じ柄の入れ墨を入れる決まりですが、どうやらその集団も同じ入れ墨が入っているみたいです。俺はふとおじが言っていたことを思い出した。おじの組は人情がたく、もし組を抜けるようなことがあれば、入れ墨を消してから必ず消えたかのチェックもしなくてはならないと言っていた。この情報は他言無用で、坊ちゃんの安全のためにお伝えしただけなので、ご自分でとっ捕まえてやろうだなんて考えないでください。何かあったらすぐに俺に連絡を。はいはい、わかったわかった。修二からこれほどまで言われていたが、ある日のお昼時、事件は起こってしまった。あれ？修二は？昨日もいなかった。忙しいのかな？そうかもしれないね。あ、ハンバーグ定食ください。はい。ハンバーグ定食一丁。修二はこの食堂の他にもいろんな飲食店に出入りをしていると言っていた。だから俺が食堂に行くたびに会うわけじゃないが、いなかったらいないでちょっと残念な気持ちにもなったりする。修二さんに会えなくて寂しいんですか？あ、いや、そういうわけじゃ。ちょっと羨ましいです。え？羨ましいって？なんでもないですよ。彼女の意味深な言葉の真相を探るべく俺は聞き返そうとしたんだが、そのタイミングで他のお客さんに呼ばれてしまって、そのまま行ってしまった。そしてすぐに店中に怒鳴り声が響き渡ってきた。なんだこれ、おい、おばさんよ。まっつい飯のくせして髪の毛まで入ってるってどういうことだ？あ？俺らがどこのもんだか分かってんの？俺の席とは離れたテーブル席に座っていた男性二人は、大声を出しながら悪態をつき、料理について何度も文句を言っているように見えた。こんなまずい飯食わせたんだから、料金はただに決まってるよな。え？あ、いやでも。こんな髪の毛入れといて、ごめんの一言もなしか？あ？お母さんにやめて。悪い奴は出て行って。ああ、俺たちが誰か分かってそんな口聞いてんのか？彼女の後ろに隠れながらも、必死に母親を守ろうとする二人。目には涙を浮かべながらも、必死に立ち向かっていた。そんな様子はお構いなしに、男らは袖をめくって腕を見せてきた。遠目から見てもわかるくらい入れ墨が入っているのがわかったが、あれはまさか。俺らは〇〇組の組員だ。俺らを怒らせたら組長が黙ってねえからな。一方的に怒鳴り散らす男らと、言われるがままの彼女の間に、俺はスッと入った。その入れ墨、偽物ですよね。ああ？嘘ついたらダメですよ。
本物の入れ墨と比べたら全然違うし、照明に当たると光沢が見られるのは入れ墨シールくらいです。あんたみたいな男に何がわかるってんだよ。どうせ本物の入れ墨も見たことないくせに、ネットの知識をお披露目しただけだろ。そんなに言うならいいです。お見せしますから。っていうかそもそも、あなたたちのそれと本物のデザインは全く違う。こっちが本物の〇〇組の入れ墨ですよ。タンクトップを着てもギリギリ隠れる場所に、俺は組の一員である入れ墨を入れている。入れ墨って言っても、そんなに大きいものではなく、おじと比べたらかなり小さい入れ墨だ。だが、丸々組の入れ墨のデザインは個性的だから、一発で偽物かどうかわかる。四つ尾じゃねえか。本物かよ。一般的な魚の入れ墨は、二つ尾か三つ尾がほとんどだが、祖父の組の入れ墨は四つ尾で書かれている。この男らが入れ墨だと言い張っているもののデザインは、四つ尾どころか二つ尾しかないから、本物とはかけ離れたものだ。坊ちゃん、すみません。遅くなって。今日はいろんな店で同時に事件が起こっているみたいです。こいつらちゃんと〇〇組って名乗ってたから、あとは修二に任せるよ。わかりました。坊ちゃんもですが、香織さんやお子さんにもお怪我はありませんか？俺は男らと彼女の間に入る前に修二に連絡を入れていたから、いいタイミングで来てくれて怪我もなく済んでいた。だが念のためにと彼女の方へ向くと、彼女はびっくりした様子で大きく目を見開いて俺を見ていた。パッと見た感じ怪我はなさそうだけど、何かあれば病院に連れて行くよ。あの男二人組は修二に連行されて店を後にしていた。店内にいる客は驚きと唖然といろんな感情が混ざったような視線を俺に向けている。怖かったよ。カズマも大丈夫？カズマさん、すみませんでした。当然俺は彼女や子供たちに入れ墨や組のことを話していなかったから、よくわからない罪悪感みたいなもので気まずさを感じ、そのまま店を出ようとした。だが彼女は俺を引き止めてきた。そして双子の二人も俺に帰ってほしくないと泣きわめき、結局店に客がいなくなるまで待っていることになった。店には俺だけになり、俺と彼女はいつにも増して真剣な表情で向かい合って座った。ごめんなさい。今まで何も言わずに黙っていて。正直、どういう状況かわからないです。俺、小さい頃はヤクザの家で育ててもらったんです。小学生の時に両親を不慮の事故で失ってから、母親の兄であるおじに引き取ってもらえました。それがたまたまヤクザの家系だったというか。そうだったんですね。どうあがいても言い訳にしか聞こえないと思いますが、俺自体はもうヤクザとは全く関係ないんです。あの入れ墨が入っている理由は、大学生の時に将来について迷っていた時、親父の後を継ぐという選択肢も頭にあったからで。
本当の家族のように育ててくれた叔父に恩返しをしたいと。同じヤクザの道に入ればきっと叔父も喜ぶ。そう思ったんです。将来の夢もないしで、とりあえず入れ墨でも入れたら覚悟ができるかな、なんて思って。叔父に入れ墨を見せたら案の定、蹴飛ばされました。そして、もう家には戻ってくるなって追い出された感じです。叔父の愛情表現はとても不器用ですが、それでも俺のことを思って怒ってくれました。その叔父の気持ちに俺も応えたいと、真っ当な道で必死に頑張ろうと決意しましたが、一度入れた叔父の組の入れ墨はなかなか消せなくて、家に戻るなと言われましたが、俺は叔父との関係を今でも大切に思っています。その結果、今日はたまたまこの入れ墨が役に立ちましたが、入れ墨のせいで香織さんたちに怖い思いをさせてしまってすみませんでした。修二さんはどういった？修二はうちの組員なんです。俺がまだあの家にいた頃、修二は俺の世話係でした。今回の事件の噂もあって、他の飲食店にも頻繁に出入りして、あの集団を捕まえようと調べていたみたいです。修二は昔から憎めないやつで、料理もめちゃくちゃうまくて、本当にいいやつなんです。あいつは、この店をどうこうしようなんてみじんも考えていないので、許してやってください。俺の幼少期の話、叔父のことや修二のことまで、俺のすべてを話すと、彼女は重くて深いため息をついた。俺はただ、大好きな香織さんや子供たちを守りたかっただけなんです。なんか悪いことをしてやろうなんて。私も、カズマさんが好きです。え？私が今までずっと見てきたカズマさんは、とても優しくて魅力的で、子供たちにも親身になって関わりを持ってくれる素敵な人です。こんなの綺麗事かもしれませんが、私は、そんなカズマさん自身を好きになったので、今回のことはあまり気にしてないと言いますか。今現在カズマさんがヤクザと関わりがないのであれば、私はこのままカズマさんを好きでいたいんです。私もカズマ好き。日和もカズマ好き。俺は、これから先の人生、ずっと一人きりで過ごすばかりだと思っていたけれど、何の取り柄もない俺でも、幸せになってもいいのだろうか。こんな暖かくて心地のいい人たちと、俺は一緒になって幸せな人生を送りたい。そんな思いにさせてくれたのは、正真正銘、食堂の店主である彼女だった。俺はそこら辺にいる会社員の一人で、ただの兄オタです。そんな俺でも、香織さんはいいんでしょうか？そんなカズマさんだからいいんです。これからもよろしくお願いしますね。そして、俺と彼女は付き合い始めたんだ。そして俺は、胸らへんに入れていた入れ墨を完全に消して、10年以上ぶりに、叔父に会いに行くことにした。よし、綺麗に消えたな。修二から、まだお前が入れ墨を入れてるって聞いたときは、また蹴り飛ばしてやろうかと思っていたが、消すことができてよかったな。
これでお前はこの家とも完全におさらばだ。二度と戻ってくるなよ。それはできない。これからは一年に数回帰ってくる予定だよ。あ？香織さんと話し合った結果だって。どうやったってここは俺の実家なんだ。年に数えられる程度ならいいだろうって。嫌だったら挨拶してすぐに帰るからさ。嫌なんて言ってないだろうが。年に何回かだけだからな。伏し目がちに話すおじは俺の言葉を聞いて涙ぐんでいた。そういえばあの事件の集団は6人のグループで活動していたらしく、目をつけた飲食店でありもしないクレームを入れたり、大声で文句をわめき散らしていたらしい。6人全員がうちの組員に見事捕まったみたいで、かなり絞られて説教されたとか。それ以来飲食店で事件は起こることはなく、平和な毎日が戻ってきた頃に俺と彼女は結婚をした。そして驚くべきことに、なぜか修二が彼女の食堂で働き出したんだ。俺、好きな女性ができたんです。修二があの事件のためにこの食堂に通っていた時、同じくこの食堂の常連客の女性に一目惚れしたらしい。その後は叔父に土下座をし、なんと入れ墨まで消したって言うんだ。女性のために組を抜ける覚悟を決めたなんて、男の中の男でしかない。坊ちゃん、俺この店を守りますんで。ひな子たちもお手伝いする。赤ちゃんのために頑張る。世話好きの修二、優しい心を持ったお姉ちゃん二人、そして最愛の彼女。もうすぐ新しく俺らのところに家族が増えるんだ。俺はこの平凡に見えて一番幸せな当たり前な日常をこれからもずっと守っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。